バトルバランスアップデートのさ、新しい動画がカプコンからね、ちょうど今朝出てたんで、じゃあ早速見ていきますか。バトルバランスアップデート2024、ハイライト映像。うん。いつものリュウさんやな。あー、いつものリュウさん。あ、これね。これね、今ね、来ましたね。いつもリュウさんが強くなったとこかと思いきや、リュウさんがやられるとこでしたね。いつもの出し役。出し役、今回も務めてるね、リュウさんは。 まあこれ、竜の柔道の投げに対してドライブリバーサルが勝ってるって映像だね、まあ、今回新しく追加されるえ起き上がりドライブリバーサルまあ俺が押したい呼び方は鉛刃俺が押したい呼び方は鉛刃なんだけど、まあ、鉛刃が投げに対して勝ってるねまあドライブリバーサルは何人か使ってるとまあ,まあ投げにも勝ちますしまあ打撃も硬直が長い技には勝てると。 ただその代わりえっ、ー、と詐欺重ねとかはされちゃうっていう性能だねであともう一つ鉛場は SA にも負けます。なので多分ねこの鉛ま場の研究が進んでいけば多分なんちゃらなんちゃら SA 仕込みみたいな感じで起き上がりの鉛ま場自体のリスクは相当高いと思ってるだからまあ結構差が出てるけどそこまでめちゃくちゃ使い道があるかって って言うと、まあ少なめ。多分みんなが思ってるより少なめだと思うね。さあ、中足あろうから。あ、これね。フーリーガンに、これ嬉しいね、でも。確かに。こういうキャミーのフーリーガンオキゼミに対して、ナマリバーが割と安定択なのは結構嬉しいよね。まあ、キャミー側もさ、フェイントですぐ。 急降下で着地すればガード間に合うとかはあるかもしれないけど上からの大敵発生にも投げ発生にも勝てるからここはかなり嬉しいとこよねこれも嬉しいね鉛馬がこのさマリーザの当て身当て身系に勝つの熱いよね熱いといえどもうんーただ <laughs> あれやなマリーザしか食らってなさそうな感じのあれやな ちょっとマリーザが可哀想な気もする。<laughs> どっちかっていうと。まあマリーザこれガード時の6フレの確定反撃も、あの、そんなに強くないから、火力低いから。ちなみにリバはアムネじゃ貫通しません。あ、そうだったそうだそうだそういえばそうだ。俺がよくやってたのが、あの、かけちゃんと対戦してる時に大パンガード後リバとかやってたんだけど、だから大パンキャンセルラッシュ見てリバとかやってたんだけど、よく俺がかけちゃんにやられたのが大パンキャンセルラッシュで、 俺リバするじゃんで向こうはこっちがリバしたの確認で、えー、アムネジアで死亡それで半分いってた当時確かにマリーザエッセとかも当て身で取れないよねこれ人形設置とかに対して選択肢が増えたって意味では熱いよねただ多分これガードされた時はね普通に痛いと思うブランカって6フレ6フレの確定判定自体は弱いんだけど ここってもう人形設置されてるからさ多分コパオ d ディ電撃とかでで人形起動してなんちゃらかんちゃらみたいな開幕このビリビリで置き詰めとかも基本しないだろうしこれはこの映像を見て、まあ、ブランカの羽目逃れるぜみたいな喜んでる人はそれはね俗に言うところのぬか喜びそんなに多分ねこれは実用的じゃないと思うさあ あ、これはついね。こういう使い方もできるもんね。設置から、で、これ別に江戸川ガードできるんよ。リバリバをね。ただこれ、前捨てで攻めようとしてるから、この前捨てに隠ってるわけ確定してるわけ。で、これ深掘りしていくと多分、これ以外にもこういう状況あると思うんよね。え、てかこれ、ラシード戦かなり変わるね。ラシード戦かなり変わるわ。結構さ、ワール重ねとかさ、サイクロン重ねとかを、とかをさ、 タメワール重ねとか強サイクロン重ねとかさ無敵ないキャラ無敵技がないキャラをさもう受け入れるしかなかったところあるやんかそこをさこのリバリバでしのげるっていうのはかなり熱いよね全然違うと思うわ全然違うそれで距離取れるわねめっちゃ熱いね結構無敵ないキャラはしんどいよねラーシードの固めは <music> まあこれがね起き上がりドライブリバーサルまあ俺が言うところのリバリバだなリバリバ ふわ3連撃からキャンセル集中してる <laughs> おおであはいはいはいちゃんとねノーマル波動も打てるようになってますよとノーマル波動も打てるようになってますよこれちゃんと使い分けてはい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 画面がじのこのふわキャンセル集中はやばいぶっちゃけやばいほらわかる今のわかる剣が 動くのよりキャンセル集中した龍の方が早く動いてんのね画面端だと負はキャンセル集中からそのまま打ち攻めいけるっていうでその落ち攻めで中攻撃ヒットするだけでそのまま電磁波衝撃って超バカ火力っていう、まあ、要は負は三連撃キャンセル集中はとりあえず相手が画面端にいる時はめっちゃ強いっていう話あこれねこれね ジャンプ台キックから立ち強パンチそしてジャストジャックナックルがつながってます。これ、えー、強化点。あのー、今まで強パンチから、えー、とジャストジャックナックルってつながんなかったんだけど、今回つながるようになったと。で、これどう変わってくるのかっていうと、ここら辺で飛び込むと、こんな感じで、アッパーが短くて届かなかったんよ。じゃあどうすんのかっていうと、こういう風に強パンをつなげてたのね。まあこれもちょっとね、 かなり引き付けで当てないと繋がらないからちょっとむずいんだけどまあこういう感じ強勝率締めするかえもしくは強ナックル締めで落ち攻めついてこないかまあ、もしくはちょっとダメージ落ちるけどノーチェイサー締めするかみたいな感じだったやんここでねジャストジャックが繋がるようになってくるっていうとどうなるのかっていうと、まあ、これが繋がるとでこれ ののルーート自体はまあ別ぶっっちちゃけ普通とといいうかちょっとダメージ伸びるぐらいなねただそれより美味しいのはこれこれできるようになったのがすごい美味しいだって今までめっちゃライン運ぼうとしようとした時もうねキャンセルラッシュ使うしかなかったんよドライブゲージを3個使うしかなかったわけただ今回ジャストジャックがいけるようになったことで 生ラッシュ、ドライブゲージ、1ゲージでラインを伸ばすことができるようになったと。そこがね、どっちかっていうと、めちゃめちゃ強いところ。全然違うでしょ、ラインの伸び方が。で、あとあれだね、こういう球ジャスパした後も、まあ、こんなんまあ混乱ま、あこれもさっきと同じ理屈で、ラインが上がりづらかったんだけど、ここでね、ジャストいければ、またここ、ラインが、 すごい伸ばせるようになるっていう火力の強化っていうよりどっちかっていうとラインの音恵の方がでかいねラインを上げれる音恵の方がルークまだ使ういや俺は多分他キャラ使うと思うあ来たオーデクーナゲめっちゃ GG 使うな <laughs> トウチョップからオーデクーナゲいけるようになってで、えー、これね地上オーィー旋風客から SA2 ャンセルがいけるるようになってるこれも強化点2つ2つ入れてきてるねかっこいいねこれはこれはかっこいい地上で OD 旋風脚対空して、えー、SA2 つなげるだとかシンプルに火力が伸びるポイントとしてこういう感じでこの大キックをぐらつぶし気味に置いてで強チョップいってここ OD 空投げするっていうだからシンプルに置き攻めの火力がすごい上がってるよね まあこういう感じで差し返しでなんか決めた時とか大チョップいけるんでまあかなり全体として火力上がってるねオーディクーナゲいけるようになったのはでチュンリーはええっえ追突<っ>からハッケーがいけるようになったいやまあ嬉しいやろうけど <laughs> 嬉しいやろうけど地味やな まあこれトータルいっていいですかま,まずトータルこれチュンリーの追突って弱体化なんですよあのー、確認キャンセルラッシュできなくなってるから、まあ、要は上級者にとってはそんなにあれでどっちかっていうと中級者初心者にとって嬉しい調整って感じかなさあこれうん適大パンからねオーィーランベルセ が繋がるるようになってるこの OD ランベルセいけるようになるのの何が熱いのかっていうと画面中央のの打撃択がめちゃめちちゃゃ減るよようになってるのよ今までマノンの微妙だったとこってこういう画面中央で置き攻めする時こういう打撃択が大して減らなかったのねだから駒投げを避けられやすいっていう側面があったわけ打撃で大して減らないからただ今回この OD ランベルセがつながるようになったことで あれでもこれさ、怪しいかも。こういうね、落ちゼめで、引きパ板からしっかり確認してオーィーランベルセしようとすると、繋がらない可能性高い。あの、普通に入れ込みだったら絶対繋がるんだけど、多分ね、ヒット確認すると OD ランベルセ繋がらなくなるってのは、めちゃめちゃありそう。まあ、飛びの火力も減るようになるとは思うんだけど、オーィーランベルセのおかげで。どっちかって言って、もしかしたらよ、もしかしたら、こういう差し返し 差し返しでパニカンになるときにこのオーディランベルセがつながるようになるこれはめちゃめちゃにうなって思うちょっと正確な明確なフレームが発表されたわけじゃないから断言はできないけどこれはめちゃめちゃある差し返しできたときのリターンが爆上がりランベルセじゃなくてグランフェッチですこれさ差し返しで合ってることってできんの あ、でもリーチは意外に長いのかいや発生12だからまあまあぼちぼち持続脅威の8フレ多分ねー結構ねーあの相手の中足とかに差し返しはできないと思うんだけど相手の長い技に対しては多分もしかしたら結構差し返しができる系のやつかもしれない長い技にはこういうね <laughs> 解散 まあどっちかっていうと確定反撃を確定反撃もしくはまあシミとかの火力が伸びるって感じのやつやろうなまあでもなんかいいよね残ギの立ち回りが強くなるのはちょっとつまんないじゃんだからその残ギのなんかこの火力一点集中のこの調整は好きなんかいいよねそうロマン増やす方向性なのが俺はすごい好きかなうんさ来じゃラブしか。 OD 弾から発動できるようになったみたいな感じかもしかして。うん、ほら。あの、今は弾を2段目までガードさせないと SA2 発動できないけど、動画は弾1段目で発動してるね。ラブシュカ。まあ、ただこれ、発動のしやすさで言ったら別にトントンというか、 その融資の情報によるとそもそもラブシュカからレンガ連携つながりづらくなってるとか通常技から発動するとレンガ連携作りづらくなってるみたいなのは聞いてるからまあだから OD ゲージを使わないとレンガの連携作りづらくなったっていう解釈の方が正しいかな OD 技でもレンガの連携作れるではなくて OD 技を使わないとレンガ連携作りづらくなったどっちかっていうとそっちだねただまあこのコンボ火力とかは 伸びてそうだけどね大パン OD 弾ヒットでそのまま SA2 キャンセル発動でガーンガーンガーンみたいなその代わり、まあ、使い勝手でいったら前の方が、まあ、コスパ良かったよねって感じあここか中足の生まれヒットから粉塵少量がつながるようになってんのかえ ービからあここも粉塵昇流してるあはいはいはい今までノーマル昇流だったもんね確かに確かにはいはいはいうん繋がってないからシンプルに粉塵昇流の発生が早くなってるっぽいなこれノーマル流ビから入れ替え消えてそうじゃない鋭いねーまあ JP と一緒で、ね、強化と見せかけつつ OD ゲージ使わないとできなくなってますよみたいな それは全然ありえそう。てかむしろそれ本戦な気がする。あれじゃないだから、粉塵流ビで入れ替えれるけど追撃はできなくなってるみたいな。ノーマル粉塵は。実際キャミーの入れ替えもかなり、まあ、火力を下げる方向に落ち着いたから、その調整はかなりあり得る。ノーマル粉塵はただ入れ替えるだけでコンボ伸びず、OA 粉塵流ビだったら入れ替えつつコンボも伸ばせるみたいな。 これね、そんなに深掘りしなくていいと思うんだよねチャミーのこのこれはまあまあコンボが伸びて運べるようになったまあでもこのこれを見る感じさまあ、タジコンの使い勝手が良くなってるから多分ね弱いタジコンは全体的に見直し入ってると思うな今回まあ運びはすごい運びはすごい<ん>ダルシムって元々もとキャンセル聞いたよねあれ何が変わってんのあっこれが繋がんないんだ あ今ってこれキャンンセルだからここのしゃがみチューパンつながんないんだあ、これはめっちゃ嬉しいんじゃないダルシムこれは嬉しいんじゃないっすか ?SA3 もちょっと伸びてないこれ SA3 もちょっと伸びてそうな気すんな今まで結構かわいそうなスカリ方してたからねああ全然スカル全然スカル SA3 のリーチも伸びてるねかなり これはダルシム使いトータルめちゃめちゃ嬉しいんじゃないその火力は上がったでしょ、これのおかげで。もともと別にこの必殺技じゃなくてもつながってたと思うけど、多分これが一番火力出るつながり方でしょ。えっえうことええ、どういうこと好ううが減ったえっえっ SA-1 の隙が減っただけ <laughs> これラッシュ、キンバリーのラッシュ、コパンが確定してないから、マイナス15未満。まあだからマイナス14以下。あ、今までマイナス24だったのが、マイナス15になったんだ。あー、へー。まあ先端だと確かに、あんまなんもないかもね。だから何っていうか、これって、じゃ仮にさ、じゃ D 字側がさ、相手確定反撃入れるのむずくなってるから、結構雑に。 差し返し返ミスっちゃってもいいから SA1 振っちゃおうってするやん振るやんで、そこで振るとするやんかでそれで実際確定反撃入れられなかったとしましょうだからといってそれで本当にプラスか怪しくってなんでかっていうとまあ当然差し返しで使えたら嬉しいけどこいつって結局 SA1 に無敵がないから SA1 に無敵がないっていうことはよあの結局バーンアウトした時に SA が2本溜まってないとしのぎようがないのね もうインパクトに対して受け入れざるを得ない。だからそういうのをもろもろ考えると結局雑い SA1 の打ち方ってできなくなってくるの。でこれむずいのがもっと言うと仮に差し返しできたとしてもやんない方がいい場面があるのね SA1 で差し返し。だからまあまあそうこのハイライトでこれ出てくるってのは相当ちょっと。 覚悟をした方がいいかもねハイライトでこれはもう DJ 使い覚悟が必要だねこれが今年の目玉挑戦 <laughs> あの一応年1なんであの2024はこれでいく <music> えあこれがつながるようになってるわえ強っ これは強い、ね、初段の判定が伸びてるねえサップ4ワンチャンちょっと硬直伸びてるかちょっあ伸びてるっぽくねサップ4の硬直ほら多分ちょっと伸びてるべもう一回動画見るよ絶対伸びてるこれ イエスこれ、伸びてます。これ嬉しい。これ嬉しい。いや、プラシーボでは絶対ない。あの、可能性として、この動画の人が遅らせて中足を打ってる可能性はあるけど、最速でやってるんなら確実に伸びてる。よーく見てみ。よーく。よーく見てみ。いくよ。今、ここで止まった時にちょっとラグあるのわかるいやいやいや。 俺ちょっとトトロってワードでちょっと怖くなってきてる。いやでもこれ絶対伸びてると思うよ。まず言っていいすかだってさ、ぶっちゃけさ、これガードできないじゃん今。<laughs> 俺今これガードするのめっちゃむずい。厳しいんよね。厳しいって。本当に。いや、これ遅くなってないことはないと思うけどな。いやもうこれガードできないです。危機感持たなくていい。だってもうこのサポ強いって。勝利として強いって。 遅くなってますってポストする勇気あるかポストする勇気はないあ、まあこれ遅くなってる気がするわかんない明言はしないよただ俺の予想だとちょっと遅くなってる気がするなちょっと遅くなってる側に傾いてるって感じかなまあまあこれで別に変わってないとかそういうのもあるかもしれないけどお全然まあまあまあ俺どっちかって よどっちかっていったらちょっと遅くなってるな樹はおっおおこれいいんじゃないですかこれいいねこれいいね今までこの対イミン何もなかったからねあレンガじゃなくなってるいやらしいねここの中盤からの引き強盤がレンガじゃなくなっててプラス えー、当,たって当たってたらここ SA1 チャンスでできるようになってるあこれはいやらしい調整きたね地味に嬉しいやつだなもうザ・おもちゃザ・おもちゃだねなんかおもちゃの代表例だねこれが 2>, 2発目確定なかったらやばくねあの2発目確定ないんだけど、まあ、どっちにしろジュリの立ち終盤ってどっちにしろジュリプラス2だからね、まあ、マリーザはタジコンから 火力が伸びたね味がしねえわ次行こうへーえーーまあ、えー、ままあ、ええー、っ強<ー>おおリアリーこれ発生つがんないよねつながるつがんないよねでしかもこういうふうにあ吹き飛びのあれが増えたんだいやあのな,なんだろうふわーっと吹き飛ぶようになったんだ オーディブレイド派生繋がるようになったほらめっちゃなんかもう龍が「どうぞ!」みたいな感じで「<laughs> どうぞやっちゃってください!」みたいな吹き飛び方してるもんで SA1 がつながるようになったこれ強いね DJG 一応4本使うんだけどこれ4本使うけど実質実質2.5本ぐらいしか使ってないからねどうせハジ,ハジで DJG 回復するから <laughs> キャンセルヒデリ <laughs> まあ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  あ、中足張り手できるようになったの強化すると中足から張り手できる。おお、それは嬉しいね。そう、今までこの日照りがさ、日照り溜めたとてさ、別に正直大してメリットなかったんだわ。立ち回り変わんないし、まコンボ火力がちょっと伸びるぐらいだったから、別になんか日照りしたところでなーみたいな感じだったけど、下段の中足からこの張り手、強化張り手繋がるようになるのはかなり、これはいいんじゃないですかホンダ。これ強いね。 このシコキャンヒデリ強いよこれさこれひでりチャンセルから置き攻めいってるやんかこれってわかるこれこれわかるあの後ろ受け身できないんですよ相手こんな感じで俺今置き上がり後方受け身後ろ受け身設定してるけどもうこれ受け身固定なのねだから何絶対に置き攻めにいけるしこちゃんひでりから これ強いねいいねちゃんと立ち回りを強化していく感じのホンダだねこれおもろいやんおもろいけどこれ駒投げのダメージちょっと下がってるとかはなんか別になんかありえありえる全然ありえる調整だなって思う <music> まあ、ジェイミーはなんか前の動画である程度掘り下げたと思うからまあもうスルーで <music> またェャミーあエドかあパニカン裏投げええ パンの確定反撃が取られなくなったってこと <laughs> 地味だな <laughs> 今までこれガードされてたら確定取られてたのが取られなくなったって感じだと思うまあ一応これ別に連チャンでどうにかなる話ではあるんだけどねまあまあでもまあまあ江戸っかううれしくないことはないだろうねまあしゃあないよね江戸はでも新キャラすぎるからもうしゃあないまだ江戸は伸びきってないからちょっと難しいよね調整も